こんにちは。村松法律事務所の池上です。前回から裁判の手続きについてお話をしてきました。今回は民事事件に関する裁判の手続きをより詳しく説明していきたいと思います。まず、前回の復習も兼ねて、これまで登場したものを含めて民事裁判に登場する人について確認をしてみたいと思います。原告。前回も説明した通り、訴状を提出したものを原告と言います。被告。訴状により訴えられたものを被告と言います。新聞やニュース等では刑事裁判にかけられたものについても被告と呼ぶことがありますが、後に説明する通り、刑事裁判を起こされたものは法律上は被告人と呼びます。民事裁判を起こされた時、被告と呼ばれることについて抵抗感を持つ人もいるということがありますが、犯罪者扱いされているわけではありません。代理人。民事裁判は訴えを起こす本人が行うことができるということは当然ですが、民事裁判を行っていくためには、前回説明した管轄という問題一つをとっても、非常に法律的な問題が多く、様々な法律の知識が必要不可欠です。そこで訴訟を提起するにあたり、また訴訟を提起された場合に、法律の知識に精通したものを代理人として選任して、手続きを行ってもらうという場合が少なくありません。このような代理人を訴訟代理人と言いますが、訴訟代理人は原則として弁護士でなければならないというふうに法律で定められています。このように訴訟代理人の資格が限定されているのは、裁判の結果は本人の権利・義務関係に重大な影響を及ぼすものであって、十分な法律の知識や経験に基づいた手続きを行う必要があると。そうすることで本人の利益を保護するとともに、手続きを円滑に進めることができる。こういう趣旨からと考えられています。裁判官。裁判手続きを主催し、当事者双方の主張や立証を踏まえて最終的な判断をするのが裁判官です。裁判は、一人の裁判官が担当する単独制、複数の裁判官が担当する合議制、二つの場合があります。裁判所の別や手続きの内容によって裁判官の数が変わったりしますが、そのあたりの詳しいことについては割愛します。証人。多くの事件では書面のやり取りを経て原告や被告から話を聞く尋問という手続きが行われます。また、こういった原告被告本人に限らず、事件に関する事情を知っている人についても証人として尋問が行われることがあります。その他、訴訟の内容に重大な権利関係を有する者が、訴訟参加人という形で訴訟に参加したり、専門的な知識を有する鑑定人による鑑定が行われたり、裁判というのは原則として日本語で行うということになっていますので、日本語を話すことができない者が裁判の当事者や証人となる場合には、通訳人を介して日本語に翻訳しながら手続きをするということもあります。そういった登場人物を踏まえて、一般的な民事裁判の流れについて見ていきましょう。まずは訴訟の提起です。前回お話しした通り、原告が訴状を提出することで裁判の手続きが始まります。訴状の提出を受けた裁判所は、訴状に記載しなければならない事項が記載されているか、手数料が適切に支払われているかなど、形式的な審査をして、誤りがあればこれを補正してくださいというふうに依頼をします。口頭弁論期日。訴訟が提起されますと、原則として最初の期日として、口頭弁論期日が開かれるのが通常です。裁判は原則として公開の法廷で行わなければならないというふうに定められておりますので、誰でも法廷に行けば口頭弁論期日を見ることができます。ただし、これからご説明する通り、裁判の手続き、大部分書面のやり取りが占めていまして、一般の方がフラッと傍聴にいたとしても、一体何の手続きをしているんだということがなかなか分かりにくいという問題があります。弁論準備手続き。口頭弁論が原則的な手続きにはなるんですが、原告が訴状で主張し、証拠により立証するという事実について、被告が答弁書を出し、という書面を出して、
被告の反論をする。これに対してまた原告が反論をする。こうしたことを繰り返していくというのが民事裁判ではよくあることです。で、そういった主張を一生繰り返していくことで、当事者間に争いがある部分はどこなのか、その点について証拠があるのかないのか、証拠がない、ある場合にはどういう証拠なのか、そういったことが明らかになっていきます。こういったことを絞るために、何度も手続きを重ねていくんですが、こういう手続きは口頭弁論ではなくて、弁論準備手続きという非公開の手続きで行われることが多いです。こういった手続きが取られるのは、争点を絞り込むための主張や立証というのは個人のプライバシーに触れるものであるということや、後にお話をしますが、和解という手続きもありまして、傍聴人がいない状態の方が当事者を膝を突き合わせて議論をしやすいといったことによるというふうに理解されています。ちなみに、裁判所に提出する証拠というものは、当事者、各当事者が自分で集めて提出をする必要があります。ただし、弁護士が代理人となっている場合には、弁護士会を介して紹介を行ったり、訴訟が提起された後であれば、裁判所の判断に基づいて、各種の公的機関や民間の機関に対して、訴訟のために必要な資料の提出を求めるということもできます。尋問。当事者間の主張、立証の繰り返しによって、その事案の重要な争点やその証拠関係が明らかになると、当事者や証人の尋問が行われるということが多くあります。尋問は口頭弁論期日で行うということが原則になっていますので、こちらについては、開かれている日であれば、誰でも法廷にて傍聴することができます。判決。民事訴訟は、原告が訴状に記載した請求の趣旨通りの判決を求めるものですので、最終的には裁判官が双方の主張、立証を踏まえて、原告の主張が認められるか否かについて、判決という形で判断を下すことになります。和解。法律上は判決による訴訟の終結ということが原則的な形態ということになっていますが、民事裁判の手続きでは、双方当事者の主張、立証が繰り返されていく過程で、必ずしも判決に至ることなく、当事者双方が譲歩して、和解という形で訴訟が終わるということも珍しくありません。判決まで至る場合には、訴訟の提出から数ヶ月、場合によっては年単位で時間がかかるということがありまして、そのような段階に至るまでに、早期に、また当事者間に禍根を残すことなく、円満にトラブルを解決できるということに和解の利点があります。裁判所が公開している統計資料によれば、令和2年度の地方裁判所の第一審通常事件では、総数 122,749 件のうち、判決で終わった事件は 53,084 件、全体の 43.2% であるのに対し、和解で終わった事件は 43,364 件と、全体の 35.3% を占めています。上訴再審について。前回もお話ししましたが、第一審の判決が終わった後、不服があれば当事者は上訴という手続きをすることができます。そのことについて簡単にご説明をします。控訴。一審判決に対する不服がある場合、再度の判断を求めることができます。民事裁判では続審といって、これまでの主張立証を前提に、さらに主張立証を尽くして改めて裁判所が判断をするということになります。上告。基本的には最高裁判所での判断ということになります。ただし、すべての事件を実質的に審理をするということは、主に人的資源の関係から困難ということもあって、憲法違反や判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反など、一定の重大な事由があると認められる場合に、実質的な審理をするとされるのが原則です。再審。三審制のもと、異なる裁判官により3回の判断を得てもなお、間違った判断がなされるということもあります。そこで、一定の重大な事情。ちょっと法令の用語なので難しいところになりますが、手続き上の重大な瑕疵、裁判の基礎に関する重大な瑕疵。瑕疵というのは、まあ簡単に言えばミスということになります。こういったものがある場合には、三審制の例外として、改めて裁判所の判断を求めることができる。これが、再審という制度です。民事訴訟でも問題になることはあるんですが、再審という制度が大きく問題になるのは、後ほどお話しする刑事裁判の場合が多いです。本日は民事裁判の手続きの詳細についてお話をしてきました。次回、
民事裁判の周辺ですね、そういったところについてお話をしようと思います。ありがとうございました。